こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。楽しかった。こんばんは。こんばんは。今日はそうポニーテールしました。まあ最近っていうか結構まあやってるけどね、ポニーテールはね。そう、前巻きのポニーテールはねずっとしてなかったので超久しぶりなんですけど、最近ポニーテールするときはストレートでやってたから、そう巻きのポニーテールは結構久しぶりにやったんですけど、可愛くない？意外と巻き残ってんのね。そういつもさ結構なんか巻き髪したりすると結構取れちゃう時とかあるけど、結構あれですね。そう今日は公園に、ねるしゃべに、みかん全 TV の YouTube に盛りだくさんの一日だったんですけども、みんなチェックしました？チェックしました？チェックしてね、よろしく。みかん全 TV 面白かったです。おー嬉しい。いつも見ないと、いつも見ないとですね。こんばんは。チェックしてください。お願いします。そうでもラジオも聞きながら公演も見ながらって結構ね大変だったと思うけど、ありがとうございます本当に。ありがとうございました。ちょっとね疲れちゃいましたね。こんばんは。やっほー。今日はでも夜もね遅いのでそんなに長くは配信しないんですけど、そうまたちょっと明日にでもちょっと長めに配信できたらなとは思っております。はい、こんばんは。あ、そっか、勝力はちょっと今は話したい、話す気分じゃないんですけど、またいつか、いつかっていうか近々ショールームでちょっとお話ししたいんですけど、今日はちょっとパスしてきます、すいません。今日はちょっと話す気分じゃない、てか今うまく言葉が出てこないので、ちょっともうちょっとしたら配信で話します。だから待っててください。次の公演は8日ですね。意外とすぐなんだよね。こんばんは。てか石津がもう可愛すぎてさ、マジで可愛いよね。めっちゃ顔好きなんだけど、なんかマジで可愛くない？めっちゃ可愛い顔してる。いいな、なんかこの顔。
そう、でもお互いなんか人見知りだからさそう、なんかあんまりじゃないけど、まあ、喋ったことないわけじゃないんだけど、いろいろなんか今年の ZEP ツアーもさ、ユニット嘆きのフィギュアとか一緒にしたから、なんか接点がないわけではないんですけど、別に。そう、でもなんかさ、あれなんだよね、人見知りを出しすぎちゃって、私が話しかけに行かないとって感じですねこんばんは。そう、お互い人見知りすぎて、どっちかがさ話しかけるの頑張らないと話せないみたいな状況なのよこんばんは。名前が似てますね。そうなんですよね、そっくりなのよ、そっくりなの、名前がそっくりなんですよね。めっちゃお腹すいた、やばい、お腹すいた。こんばんは。なんかそもそもさ、公演前とかさ、いる場所が違うんだよね、なんか楽屋が違くて。そうだからさ、なんか私とさ一緒の部屋とかでメイクしてたらさ、自然とおしゃべりとかできるんだけどさ、違う場所にいるからさ、そうだから全然合わないんだよね。そう、もう根本的な話なんですけどそう、そもそも一緒じゃないのよ、部屋が。そう、一緒じゃないの。こんばんは。そうだからね、そうそうそう、楽屋一つじゃない、一つじゃないですね、劇場は3つじゃないな。でも一個大きい部屋と、なんかもう一個トレーニングルームみたいな、なんかそういう部屋と、そう廊下があるんだけど、なんかでも暗黙の了解みたいな、違う、なんかそういう感じで、なんかあれなんですよ、先後輩とかはその大きい部屋に入れないのそう、私が S に昇格した時とか特にそうだったんだけど、先輩がその鏡がある部屋とかを使うから全員そこに入れないのよ、部屋がそんなに広いわけじゃないから。そうだから無理なのそう無理なのよ。私もでも廊下でメイクしてた時代あったからさ、そうだからね、無理なんですよね。なんかショールームしてるとさ、絶対画面暗くなるんだよな、なんでなんだろう、原因が不明なんだけど。すごい急にさ、見てる方は大丈夫なんかな、すごい画面がねたまに暗くなる、なんでなんでなんで。こんばんは。渡り廊下ありますか。ぐーの音出ないくらいに。うんうんうん。こんばんは。やっほー。見てる分には大丈夫です。じゃあいっか。じゃあいっか。触ってないって暗くなる設定じゃない。そんなのあるの？初めて聞いたけど。何それ。そんなの知らないんだけど。どういうこと？
どういうこと？まあいっか、いらないことするよりはいいでしょう。こんばんは。まあ、ずっと明るくてもね、目には良くないので、まあいっか。こんばんは。今日はでももうすぐサッカーなのか、あと1時間後ぐらい、やばー、楽しみじゃない、楽しみじゃない、すごいいいですね。サッカー見ちゃうよね、なんか明日の朝早いとかでも自然とね。もうあと1時間もないやん。だって今日重要なんでしょ、勝ち負けがね。今日勝ったら、あれ違う、今日負けたらもうおしまい。めちゃめちゃド緊張するやつじゃない。こんばんは。まあ見ないんですけどツイッター見る、ツイッター見ます。ゆずぽが綺麗すぎて好きが止まらなくなりそう。好きが止まらない。こういう歌あるよね、なんかどっかのグループのどっかのグループの曲ってあるよね。曲名わかんないけど曲名わかんないけどあるよね。こういうやつ。まあ月が止まらないのはいいことなんじゃないですかね。はい、そう、この曲めっちゃ好きでさ、たまに聴くんだよね。ちょっと待ってね。めっちゃ振りコピするやつ、あ、そう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 、めっちゃ面白いんだよこの曲。なんかめっちゃ面白いから聴いてみてほしいちょっと調べたい、なんだっけな、多分ダウンロードしてるはずなんだけどな。あ、アイライフ、アイドルライフス、うん、アイドルライフスターターパックって曲そう、めちゃめちゃ面白いからね、聞いてほしい。めっちゃおもろい。初めてね聞いた時、なんじゃこの歌はって思ったのそう、それぐらい面白いからほんと聞いてほしい。めっちゃおもろい。言えないけど内容は、え、聞いたらわかるんで、ぜひ聞いていただきたいです。好きが止まらないっていうワードがあるんですよそれ、そう、めっちゃ面白いの。ちゃんとフルで聞いてねフルサイズで聞いて、ワンハーフとかサボっちゃダメなので、フルサイズで聞いてください。こんばんは。そう、これ TikTok で、そう、ダンスがあるんだけど、そう、めっちゃね踊りたいんだよね。こういうやつ、こういうやつ、ラントで燃える赤目、こういうやつめっちゃ踊りたいんだよね。こういうやつです。こんばんは。眠たいっすね結構覚えてるやん。めっちゃ好きすぎてめっちゃ見てんのよ、その TikTok そう、すごい楽しいんです。これかわいいのよ。お腹すいたー、もう限界。7分だよね、今。15分になったら終わります。ポニーテールのゆずぽを見て、さすがガチ恋案件でした。
また木曜日お会いしましょう。ありがとうございます。木曜日は何の髪型しよっかな。ストレートでもいいよね。迷っちゃうね。こんばんは。今日は唐揚げを食べました。奇遇ですね。私もお弁当で唐揚げ食べました。一緒、美味しかった。唐揚げつまみました、お弁当の。何がいいかな。お腹すいた。お昼はコンビニパンのみでした。ヒョロヒョロになりそうだね。ちゃんと食べてください。毎日おでん食べてる。コンビニのおでん長らく食べてないんだよね。食べよっかな今度。美味しい？コンビニのおでん。こんばんは。そう、いざ買うってなるとちきっちゃうんだよね、おでんね。店員さんに言わなきゃいけないじゃん、おでんくださいって。それが言えないんだよ。そう、なんか恥ずかしくね。そうだからさ、言えないんだよね。ギフトありがとうございます。あとなんか一回はコンビニのおでんエピソードがあって、なんかさ、袋なんかこう、蓋、普通にこういうやつじゃないですか、容器がね、こういうやつじゃん。でさ、それをレジ袋に入れてもらって、そのままこう持って車両乗ったんですけど、多分こう眠すぎて肩ごとなってたのよ、首がね。それで体ごとこう揺れながら寝てたみたいで、でそのなんか多分ライブ前だったのかな、あんまり覚えてないんですけど、それで会場着いてからおでん食べるつもりだったから、で着くじゃんね。で着いたらもうレジ袋の中でおでんがぶちまけてて、そのレジ袋の中でこぼれてたから別に良かったんだけど、そのまま捨てたから、えって、でびっくりした記憶ある。え、やばくない？シンプルに何してんって感じだけどね。やばいよね。そう、全部ぶっこぼれてた、汁も全部。やばいでしょ、さすがに。何やってんのよって感じですよね。こんばんは。普通にやばいよね。そう、袋、そう、タプタプしてた。そう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 。で、おでんもあったかかったから、そのちょうどその温かさがいい感じに睡眠に良かったみたいで、そう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 、そう、めっちゃね、いい感じのね、温かさだったの覚えてる。危ないよね、マジで。おでんはね、何が好きかな。でも練り物系あんま好きじゃないです。練り物系好きじゃない。練り物系以外だったら好き。練り物あんま好みじゃないですね。あんま好き。大根かな、やっぱ。大根ぐらい。白滝も好きだよ。餅巾着とかも好きだよね。いいよね、おでんね。ちくわあんま好きじゃないです。ちくわ、おでんのちくわね、あんま好きじゃない。あんま美味しくなくない？ちくわは、あの、普通に生のちくわがいい。ありのままのちくわがいいです。こんばんは。シェアタキ食べた後にロールキャベツすごい好きなのよ。
厚揚げ、ああ美味しそう、いいね。ロールキャベツ食べたい。ロールキャベツ美味しいよね。おでんのロールキャベツ最高じゃない？ロールキャベツであろうが私は味噌をつけます。おでんは必ず味噌しか勝たない派なので味噌しかつけないです。お家でも味噌つけるし、お家はなんならもうベースが味噌ですね。味噌に使ってるって感じそう、味噌に使ってるおでんなので、味噌つけるとかそういう問題じゃない、もうもはや。そう、味噌ベースのもうなんか味噌汁みたいなものにおでん入れてるんで、そうそうそう、味噌はつけないですね。味噌ベースじゃなかったら味噌もうかけすぎレベルでつけるけど、そうじゃないか、そうじゃなかったらもう、そうそう、味噌大好きなんで、あの味が濃い感じがすっごい好きですね。うん、いやーちょっとおでん食べたくなってきたなー。なってきちゃった。ちょっと今度食べよう今度食べるおでん、ちょっとコンビニの公園前にでも食べようかな。でもちょっと一人じゃ恥ずかしいから誰か誘おうちょっと早めに事務所来ておでん食べんって誘います、誰か。いや、なんか一人でおでんって仲良いじゃない、誘おうかな誰か。ルーちゃん連れていいかな、確かにルーちゃん、ルーちゃんだな、可愛いお誘いそうか、おでんいいよね。この時期やっぱほんと食べたくなるよね。後輩に買いに行かせよう。そんなひどいこと私すると思う？しないから、かわいそうじゃん。そんなことしたら、そんなことしない、だったら一緒に行くって誘うわ。そんなね、パシリパシリをするような先輩ではないのでギフトありがとうございます、ありがとう。ちょっともう15分過ぎてますね、そろそろじゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました、バイバイ。また明日ね、ありがとうございました。明日もちょっと何時にするか不明なんですけれども、また明日、おやすみなさい皆さん、良い夢を、ありがとうございました、おやすみ、またね、ありがとうございました。